イオン、札幌朝お店は、北海道札幌市北区北39条西4丁目に、あるイオン、北海道株式会社ウニエの大型商業施設で、ある。大英時代の店番号は0414。ネットスーパー取扱店舗。札幌市営地下鉄南北線、麻生駅の真上に存在する。建物は、地下一階、地上四階建て。旧大英では、道内四号店。 および北海道大英が出展した3点目の店舗である。札幌市営地下鉄南北線の麻生駅までの延伸を狙って開業した。2015年9月1日より営業権がイオン北海道に承継され、店名をイオン札幌朝生店に名称変更した。1955年頃まで畑にサイロが見える街であった麻生には商業施設がなく、 隣町の北24条まで買い物に行かなければならなかった。その後、麻生に同営住宅が建設されると、麻生に初の商業施設となる麻生商店街ができ、麻生の町は活性化していった。1973年に南北線の北24条駅、麻生駅間の延伸が決まった後、大手スーパーの大営が進出する計画が浮上し、 麻生商店街の関係者は当初、進出を反対していた。しかし、次世代の麻生のこと、新ことにを含めた他の地域と商船のことも考慮し、進出を前向きに考え、大英も地域の一員として入れることになったため、大英の出店が決定した。駐車場は立体駐車場が隣接する形となっており、駐車場の1階は麻生バースターミナルとなっている。 出店全店舗一覧は公式サイト、フロアガイドを参照。ビクトリアステーション2012年5月閉店。現在は、サイゼリア別当朝尾駅から直結している。ありがとうございます。